の合コンめっちゃ当たりじゃん。女の子かわいいし。いやでもエミちゃんが一番かわいいよ。あ、じゃあ俺ちょっとトイレ行ってくるね。なぜ命を狙われてるんでしょうか。田中君って会社で重要なプロジェクト任されてるでしょ。それの顧客リストのパスワードを教えてほしいの。あ、産業スパイってこと。ナースじゃなくて。早く言わないと撃つよ。いや無理だよ。逃げられると思ってるの。みんな席替えしない。はい、席替えタイム。はい、動いて、みんな動いて。一つ動くだけで大丈夫。あ、みんながいいんだったらいいけど。ちょっと次余計なことしたら本当に撃つからね。無理だよ。あなた自分の命が惜しくないの。これは命がけのプロジェクトだから言うわけにはいかないんだよ。本当に口が固いのね。いいわ、ボスに報告してくる。余計なことすんじゃないわよ。カナちゃん助けて。今エビちゃんに銃突きつけられてて、信じられないと思うんだけど。そう、その銃、その女子はグルだ。男子が危ない。どうしよう。口が固いからあなたはターゲットから外れたわ。これで私の仕事も終わり。おお、よかった。おお、よかった。じゃあなんでくっついてんだよ。もう関係ないだろ。私が情報を聞き出すためだけにあなたにくっついてると思ったの。まだなんかあんの。男性として普通にタイプです。ごめんなさい、もう一回言ってもらってもいい。だから男性として普通に好きって声の言わせないで。あ、ついてけない、ついてけない。もうこの合コンのノリみたいなの無理よ。もう田中君は私のことどう思ってる。え、あ、どうだろう。好き。あれ、え、嫌い。分かんない。ね、どっち。おー、ペアじゃないよ。この男女関係の好き嫌いの話で中間のおかしな話なんだからさ。ごめんなさい。だいたい俺がさ、口固いってことしか知らないでしょ。田中君って釣りが趣味でしょ。うん、もう、うん、私そういうアグレッシブな男すっごい好きなんだ。お、そうなの。それでいて読書も好きじゃない。うん、好き。私も本読むの好きなんだ。あ、そうなんだ。俺よく図書館とか行くよ。知ってるよ、あのマタギの関係者いつも座ってるじゃん。あ、調べられてる。あ、スパイ活動の末に好かれた。優しい性格も好き。性格まで。ほら、いつも朝さ、犬散歩してるおじいちゃんと楽しそうにおしゃべりしてるじゃない。お、そんなのどっから見てたんだよ。あれ、私。あのおじいちゃん。犬の方。犬の方。変装技術エグい。ね、私が田中君こと好きな気持ち伝わったでしょ。いや、もうスパイの女となんか付き合えるわけないだろう。GPS 外した。私田中君と付き合えるんだったらもうスパイやめるよ。これでもう普通の女の子だよね。エミちゃん。田中君危ない、伏せて。普通の。普通じゃねえよ。銃垂れてんだよ。なんで。実はさっき田中君のこと好きになっちゃったからボスに組織辞めるって報告したの。なんでそんなこと勝手に言うの。トマト、私たちの命が危ない。何立ちって。あ、特に田中君。なんで特に俺なんだよ。だからお願い、私と一緒にベトナムに逃げて。え、ちょっと待って待って。俺合コンに来ただけなのにベトナムに逃げないといけないの。田中君が言ってないんだよ。田中が口が硬いから。だから田中君の好きになっちゃって。今だったら遊覧所番号は568。もう必要ない。必要あれよ。さあ行きましょう。ベトナム行きたくない。ごめんねみんな、私この人と一緒になるためにスパイやめれない。おい吉田、吉田止めてくれ。今銃垂れてんの見ただろ。なあ吉田。